どうも、吉本プラモデル部見習いの男性ブランコ浦井でございます。本日はですね、最近のですね、プラモデル部の皆さんがですね、本当に PG をね、パーフェクトグレードをよく作っておられるということで、そのブームにね、ちょっと、私も触発されてしまいまして、買ってしまいました。今日作るのはですね、こちらです。ご紹介しましょう。うわ、はい、パーフェクトグレードのガンダムアストレイレッドフレームでございます。あ、画面全体を箱が覆っている。あ、このレッドフレームをですね、もうパーフェクトグレードなんて本当に、作るのは1回だけですね。今までで作ったのは大きいですね。もうザンとめちゃくちゃでかい字で書いてますけれども、いや、でかい顔と並べてもうこうですよ。本当にめっちゃでかい、もう取っ手ついてますからね、ここに。すごいですよ、これ持って帰るのも大変でしたけれども、今日はこちらのですね、アストレイレッドフレーム PG を、作ってみたいと思います。どっから開けていいか、ここです。あった、これです、ここですね。ここを開ける。あ、すごい、ここ、あ、開いた、開きましたよ。ここだ、ここから開けるんですね。こういうカバーの蓋じゃないんですね。もういきますよ、もうこれで。うーわー、あー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 です。いっちゃいましたよ、ぎっしり。すごい、もう箱いっぱいにもうパンパンに入ってます。ランナーがね、まず見えますけど、見えますか、これガーベラストレートですね、の刀身部分ですね。軽い刃物みたいです。本当にすごい、メッキも施されております。すごいな、でかい。いや、これはすごいな。これもね、メッキパーツですよね、金メッキもね、ガーベラストレートのところですよね。すごい。これは何でしょうか、なんか入ってるの。あ、なるほど、中のね、ちゃんと、あ、出た。はい、たっぷり説明書が入っておりますね。おまけかな、漫画、おまけで時田さんの、あ、漫画が入ってます。すごっ、 PG は漫画がつくんですね、すごい。あ、中のね、いろんな設定書いてます。あ、なるほど、こういう開発系譜図とかいろいろ載ってますね。設定だけが書いた本が1冊。すごい。で、これが組み立て説明書ですね。すごい。もう本当にマニュアルって感じですね。本当に。すごい。書いてます。いっぱい。うわ、すごいな。あ、でかい。もうすごい。もう角がでかいですね。もう角からでかいや。あ、出ました。これ。LED が入ってますよ。すごい。あ、手です。これ手のシステムインジェクションですね、多分。ランナーから切り離して、もうそれでこう手の指が出来上がってるというやつですね。かあ、すごい。肩とかね、ももの走行とかですよ、これ。でかい、さすが。みんなすごい量です、すごい量です。どんどん、これすごいな。うわ、すごい、めちゃめちゃどんどん出てくる。あ、どんどん出てくる。あ、すごい量だ。さあ、これはすごい。
大半やっぱねレッドフレームですから大半赤いですね。赤と白ですから、赤でもこう2種類色が分けられてます。すごいですよ、もうポリキャップも真っ赤です。すごいですね。うわこれを今から組むのか。いいしね、全部出ました。すごいすごいね。ということでこのパーフェクトグレード、ガンダムアストレイレッドフレーム、組み立てていきたいと思います。はい、まずね足首のフレームを組んでみました。はい、見えますかね、ここにね、メッキのパーツが、ございます。でそれに、装甲をつけると、このように、なりますね。やっぱだいぶフレームの方がちっちゃいですね。足首の時点でもだいぶ大きいですよね。もうなんか親指より長い。そこにたまたまたコンバージですけれども、もうすでにコンバージよりも大きいサイズの足首でございます。ここから上の足を、組み立てたいと思います。で使うのはねこういう足の、ランナーパーツですね、これ出ましたダイキャストパーツですね、これで金属のパーツでね、PG の巨体を、支えるんだという感じですね。じゃあ作っていきましょう。さあ、足のフレームが組み上がりました。フレームはねこの濃い赤の成型色一色ですね。で足首をつないでます。見てみると、はい、メッキパーツがねチラチラとアキレス腱のところにもございます。ここのね関節のところにダイキャストパーツが使われてますね。これを曲げますとねグググッと、あ取れてる、ちゃんとここが取れてますけれども、まあこれつないで、はいグググッといきますとね、こう曲がります。わあすごい、いろんなパーツが連動して曲がっておりますね。さあ太もものところにもメッキが入っております。 PG はねやっぱりそのフレームにもなんか層がありますよね。そのパーツ1個じゃなくてその上にもまたフレームのパーツをかぶせてるというね。はい、始めて、5時間ぐらいですかね、足が、組み上がりました。いやーでかいね、足1本でもこんなんですからね。で装甲をつけてね、はいついております。これでフレームと連動して、各部の装甲が動いております。で足首もねこう左右曲げると分かりますかね、このサイドの装甲が一緒に上下するようになってます。すごいですね、やっぱフレームの構造がすごいしっかりしてる。やっぱりねこの手に持ってねパーツがやっぱ何重にも組み合わされてるというのが分かります。もうぎっしり、詰まった足になっております。さあ、アストレイの腕のフレーム部分を先に組んでみました。手首がついてないんでこれだけだとねなんだかちょっと、分からないですが、こちらもね足と同様にところどころにメッキのパーツが使われてますのでね、曲げるとキラッと光ります、ね、フレームの状態でグッとここまで、ほぼ180度に、曲げることができますね。で装甲パーツを取り付けたところですね。やっぱりね普通のレッドフレームの赤い部分も一応装甲と捉えて、
はめていくという感じになりますね。なので結構太さが、出るかなという感じですね。このね細かい白のところもね、まあ、パッと見はねすごい全部一体に見えますけど、多分このパーツだけで7つぐらいに分かれてますね。この肘の白い装甲のところは、はい、装甲をつけたままでも曲げることができます。さすがにフレームのままの状態よりは角度は浅くなりますが、それでもここまで、深く曲げることができます。よっと、はい、R のランナーですね、これがだからシステムインジェクションになってまして、今これがだから手のひらの左右のパーツですね、切り取るだけで、手が完成するという、バンダイ脅威のメカニズムでございますね。でこちらストライクの、流用なんで、色が全然違うアーマーシュナイダーが入ってると、ランナーから切り離してゲートを処理して組み立てた手首でございます。指の部分はねシステムインジェクションで、全指全関節が曲がるようになっているというすごいですね。さあ、もう組み立ててどんぐらいですかね、もう6時間7時間ぐらいですけれども、今両手がつきました。これでね指がねすごい全部動く、さすがパーフェクトグレードでございますけれども、はい、もうピースと、こういうポーズも取れちゃうということで、ね、しっかりと、装甲が連動して稼働する様もねあります。ちょっとここもねひねれたりとかしてるわけですね。あと、はい、腰の部分も作りまして、今こうやって下半身が完成しております。ごっついですね。なんか PG はなんかねいつもなんかがっしりしたスタイルなイメージですけど、アストレイもねこのしっかりとした足で、ダイキャストパーツも使って体を支えておりますけど、さあいよいよ、胴体に、取り掛かっておりますけれども、さあこのコクピットですね、ローギュールの、パイロットフィギュアが、収まっています。それコクピットのねコンソールもしっかり再現されてます。でこういうふうにね中身から作っていくっていうね、これがもう PG の醍醐味ですよね。腕ができてからまた、1時間半ぐらいですかね、胴体のフレームが完成しました。脇のところにちゃんと連動して動くメッキのシリンダーがございます。でこの、最初から、ついてる装甲のコクピットハッチはですね、ガッと開いて、コクピットが開くようになってます。さあここまで来たら、ね、あとはもう、いよいよ、外装をつけて、下半身と、腕と、合体させたいと思います。そこからですね1日ちょっと置きまして、また作り出したんですけれども、ボディに装甲とバックパックがつきましたね。でかいですよ本当に、野球ボールみたいな大きさの胴体が出来上がりましたけれども、これもね装甲つけた後もねで開いて、コクピットのハッチは開くようになってます。でかいですね。で背中のバックパックは元のアストレイの、設定のギミック通りこうやってね、下ろすことが
できるようになってます。ちゃんとね背中のディテールもね2色の赤を使ってやっております。さあもうほぼほぼね本体の方は完成が近いんですけれども、次はいよいよね大事な頭部を作っていきたいと思います。頭を途中まで組んだところでございます。やっぱりねパーフェクトグレードというだけで非常に、精悍な、ね、顔立ちをしております。かっこいいですね。こちらカメラの部分はクリアパーツですね。で目の部分も、クリアパーツでございます。はい、配線の金具とですね LED を今電池ボックスに組み込んでいるところですね。これが LED で、この後ろの、スイッチをですね動かして光らせるという感じ。あ、取れたですね。この辺はねなんか夏休みの宿題みたいなね電子工作みたいなのを思い出しますけれども、さあ電池ボックス組み上がりまして、さあ蓋をねちょっと開けまして、ここにねボタン電池を入れるという感じですけどもね、ボタン電池、買ってきております CR1220、この形の電池をですねここに入れるということですね。じゃあちょっと発光テストしたいと思います。さあ、電池を、ご覧に入れましてビスを止めました。じゃあちょっと点灯テストねいきたいと思います。光るんでしょうか。よっ、ついた、よかった、ちゃんとねつきました。グリーンの LED です。よかった、これでね目を光らせることができますよ。あ、よかった、これ光らへん時ね焦りますからね本当に。もうあ、よかったよかった、ちゃんとスイッチでね反応して、あ、つきますつきます。いや、よかったよかったよかった。さあ頭部完成しました。イエーイ、めちゃくちゃかっこいいですね。ビジのアレンジでね、この横の頭部にクリアパーツが新たに増えてますけれども、いや、やっぱこの顔ですね、顔がやっぱキリッとしててめっちゃかっこいいですね。僕あの300円の本当放送当時に出たアストレイのあの顔が一番ね、あのアストレイの顔の中では一番好きなんですけど、本当それに勝るとも劣らない非常に精悍な顔立ちですね。でこっからなんですよね、やっぱり PG といえば発光ですよ。光らせる時にはねこの後頭部をばらしてねあのスイッチがあるので、ここがねスイッチ入れると光るっていうことですね。光るでしょうか、いきます。いいよ、あ、光りました、やった、無事光りました。目が光ってね、さらにかっこよくなりました。いや、すごい、あー、すごい光量がすごいですね。ピーカーンと光ってます。なんか起動時の、ね、演出みたいなアニメのこうピカッと光る感じが、出てると思いますね。でだこれで光るで、だから戻すわけですね、パーツをねはめて、はい、でこの状態でね飾ることができると。だからスイッチ切るときにはなかなかこうパッとすぐ、切れないですけれども、まあ、その分で見た目の方はスイッチが完全に隠れてるので、良くなっているという感じですね。さあ、ビームライフルが完成しました。60分の1となるとねやっぱでかいですね。でこのフォアグリップが、稼働しますですね。なんかここも動くようになってますのでね、なんとこう引き金がね引けるようになってるんですけどね、別パーツで多分一回引いたら戻せなくなるんじゃないかというぐらい結構しっかりしてますけれども、さあスコープのところはちょっと分かりにくいですけどクリアパーツですね。で初めて知りましたけどこれ
グレネードやったんですかね、これ。簡単に外せるようになってます、これは。さあ、このガーベラストレートでいよいよ作っていくんですけれども、で作り方が変わってましてね、この刀のパーツを、こちらの、持つとこに刺して、このね、分かりますか、この釘のパーツで留めるっていうね、本当に日本刀の作り方をプラモデルでちょっと再現してるという、いやすごい、さすがパーフェクトブレードですね。と完成でございます。いや長い、うわね、メッキがもうギラギラです。ちょっとした本当にもうナイフみたいな、ペーパーナイフみたいな、本当にティッシュ薄い1枚ぐらいだったら切れそうなぐらいのリアルな刀に仕上がっております。さあ、シールドもできましたよ。ということで、これはね、パーフェクトグレードのストライクガンダムの、成型色替えという感じですね。設定的にも、同じシールドなので、で、PG ならではのギミックですね。ここの、覗き窓がですね、シャッターでスライド式となってます。で、鞘と腰にホールドする用のパーツもできました。ここをね、開けてふーっと引き抜くことができます。鞘の中にね、あのラバーパーツが、ラバーシールですね、貼られてるんで、これはですね、こうカシャカシャとならずに、こうゆっくりとスーッと収まっていくのが、こう本物の刀っぽいですね。時刻はもう朝の5時を回っておりますが、いよいよですね、完成に向かっていきます。こちらをね、組み立てますよ。まずはボディーです。これをギアとつきました。そしてカッターですね。で、右腕をこうです、グッとしまして、さあ右が、右と左が分からなくなってきました。さあ反対側もね、腕をグッとしまして、ライフルも持たせております。そしてシールドですね。シールドをここに、これ肘がね、オープンするんで、そこにね取り付けと、つきました。さあ、その前に、で腰のとこですね、パカッと、ここがね、パカッと開くようになっておりますので、そしたら開いたらね、そこにジョイントが出てきますので、そこにこのガーベラストレートとガッとつけると。さあ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 、ここまで来てね、いよいよ最後でございます。頭をつけまして、よっぜっ、できました。パーフェクトグレードガンダマストリーレッドフレームでございます。やった、できた、すごい、マジででかい、やっぱめちゃくちゃかっこいいですね。やっぱできました。多分ね、3日
家で1日5時間とかぐらいやってたんで、累計15時間ぐらいですかね。ちょっとまあゆっくりペースかもしれないですけれども、できました。すごいな、やっぱパーフェクトブレードはすごい。やっぱね、本当に時間かけただけあって、かかるだけあって、本当にもうやっぱこうできた時の、まあ、すぐみではありますけれども、最高ですね。これはめちゃくちゃいい PC ですからね、パーフェクトグレードですからね。これですよ、頭をね、せっかくですからこう光らしたいですよ。ちょっと一回外しますね。グッと、後ろ、いやポーズつけてみましたけどね、ポーズつけてもかっこいいですね。なんかね、 あのシードのね、最初のオープニングでこう一瞬ね、こういうのポーズしたアストレイが映ったりするんでね、あ、もしかしてアニメの本編にも出んのかなと思ったらね、全然そんなことはなかったっていうね。もうほんとこのワンカットだけでしたね。あのうちのうちね、ちょっとずつなんかアニメ化とかもされていったんですけどね。アストレイはメインの武器であるガーベラストレートを持たせたところですけれども、すごい迫力、刀がもうメッキでギラギラしてますからね。この分かりますか、この刃文のとこまでね、質感を変えてメッキで再現しているので、もうすごいんですよ。もう本当にやっぱ PG ですからね、こう指が一本一本動きますから、細かい表情付けもできてね、とてもいいですね。でかい、これはね、もう塗るとなったらね、すごい大変そうですよこれね。でもね、本当にただただ組んだだけでももうものすごい満足感ですからね。やっぱりこれはすごいですね。やっぱりいや、かっこいいですね。うわ、寄っても引いてもかっこいいですね。これは目光ってるのがいいですね。すごい。ということで、パーフェクトグレードガンダムアストレイレッドフレームを、組み立ててみた動画でございました。いや、やっぱりね、これね、やっぱ2019年最後の一体というか、まあ、まだ作るとは思うんですけれども、やっぱ非常にね、こうインパクトある、大物のキットを作らせていただきました。とてもかっこいいんでね、これはもうぜひね、一回一緒に一回、作っていただきたいものでございます。ぜひ作ってみてください。